グロスター F5-34 飛行中のグロスター F5-34 グロスター F5-34 とは1930年代後半に航空機メーカーのグロスターエアクラフトがイギリス空軍の使用 F5-34 に基づき試作した戦闘機。単発、単座、単用の全金属製の機体で膠着装置は オにしき、主客には簡単な引き込み機構を備えていた。基本性能は優れていたものの、競合作である戦闘機スピットファイアやハリケーンがすでに生産に入っていたため需要が得られず、試作段階で開発は中止された。グロスター F5-34 は、グロスターが初めて製作した単葉機で、ヘンリー・フォーランド技師が同社のために行った最後の設計である。 本機は1934年にイギリス空軍が発布した使用 F5-34 に応えて開発されたが、この F5-34 は8丁の 7.7mm 機銃を装備し、最高速度実速 480km 以上の戦闘機を求めた使用であった。なお、同じく F5-34 に基づいて開発され、強作において、 本機を破って採用されたのがスピットファイアとハリケーンである。設計に際し、フォーランドは当時のヨーロッパで戦闘機用として主流であった液霊エンジンではなく空冷エンジンを採用した。フォーランドはそれまでにもゴーントレットやグラディエーターといった空冷製型エンジンを搭載した戦闘機の設計を行っており、空冷エンジンのロバストさに信頼を寄せていたのである。 F5-34 には星型吸気筒のマーキュリーが選択された。エンジン選定以外も非常に堅実であった。型持ち式か翼配置の主翼は左右翼端を結ぶ軽量合金製の量と鋼及び軽量合金の管をつなぎ合わせて作られた小骨と一体で製作された。主翼と尾翼の外皮はジュラルミンだったが、 軽快な動作が求められるエルロンはハフバリとされた。機体構造は交換骨組構造に分類されるが、胴体については加工された円形の骨の周りに、ジュラルミンの外皮を貼り合わせたモノコックであった。主脚は単純な後方引き込み式であったが、足とタイヤは主翼仮面に完全には収納されずに、その一部がはみ出す形態をとっていた。本機の開発は、 グラディエーターの増産計画により遅延し、武装なしの初号機の初飛行は1937年12月にずれ込んだ。一方、7.7mm 機銃発長を装備した2号機は1938年3月には飛行試験を開始している。しかし、本機の飛行試験が始まった頃には、すでにハリケーンの部隊配備及びスピットファイアの生産が開始されており、 新機種の必要性が薄れていたためグロスターはそれ以上の開発を中止してしまった。試作機は1938年にヘンドンで開催された航空祭で一般公開されたものの、その後すぐに実験飛行部隊に追いやられ、1941年5月には地上教材用とされた。正式採用には至らなかったが、性能自体は、 同時代の機体と比べても遜色ないものであった。テストパイロットによると、本機は、競合相手に比べて、短距離離陸能力、初期上昇力に優れ、高速域でもエールロンが重くなりすぎず、機器が良く、操縦性が素直で機動力も高かったそうである。また、キャノピーは、全周囲型であり、スピットファイアやハリケーンのようなファストバック型よりも、視界が良好であった。 なお、本機の外見は冷戦とよく似ているとし、性能値に前勤した点が話題になることもある。出典、ザ・コンプリート・ブック・オブ・ファイターズ諸源、性能武装文献の具体名は参考文献欄を参照。ありがとうございます。